こんにちは、山遊びのたけしです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は皆さんにぜひともおすすめしたい登山ギアたちのご紹介です。題して私の登山にヘビーユーズされている一群ギア紹介ということですね。主には長く愛用して使っているギアたちをね、7つご紹介していきたいと思います。実用的なものばっかりですので、ぜひ皆さんもね、参考にしていただければと思います。それでは行ってみましょう。それではまず1つ目はですね、こちらです。マムートのコンベイウィンドブレーカーフーディットジャケットアジアンフィットメンっていう、非常にね、長い商品名なんですけれども、シンプルなウィンドブレーカーになります。でね、これは本当に本当に大好きで、今回ご紹介する中でも一番のお気に入りかもしれません。それぐらいに今重宝しているウェアになります。こちら使用シーンとしましては、まあ、春から秋にかけての、日帰り、それから小屋泊、テント泊、すべての参考に、傾向しているものになります。で、低山の場合は主にレインウェアとして傾向していますし、高山であれば、レインウェアプラス防寒対策のウィンドブレーカーなんかとしても大活躍をしてますね。で、さらにこのシンプルでかっこいい見た目ゆえに、実は日常使いでも結構活躍してくれてまして、まあ、主に国内外の旅行なんかでもね、さっとこう羽織れる便利アイテムということで、私のもう生活を支えてくれてると言っても過言ではないウィンドブレーカーになっています。気に入ってる点はね、いくつかあるんですけれども、まずはね、とにかく軽量という点です。で、こちらね、重量が 138g ということでね、もう着ていても重み全く感じないですっていうくらいに、とってもね、軽くて動きやすいウィンドブレーカーになってます。このおかげで、まあ、単純に行動しやすいとか、ストレスがないとかいう快適さにつながってるんですけれども、それでいてそこそこね、撥水力がありますので、まあ、多少の雨であればしっかりとレインウェアとしての役割というのも果たしてくれます。ウィンドブレーカーとこのレインウェアっていうところね、かなりの幅広さでカバーしてくれる、本当にね、優れものだなというふうに思ってます。で、極めつけにはこれね、見た目もかなりシュッとしていてかっこいいということ。はい、マムートらしいシンプルでスマートな作りになってます。で、このおかげで登山でもかっこよく決まるのはもちろんなんですが、普段使いでも私服と合わせられるっていうね、本当にパーフェクトな活躍を見せてくれるわけですね。もうもしね、今使ってるこれが経年劣化でダメになっても、また同じモデルを着たいな、買いたいなと思っているくらい、それくらい今気に入っているウェアになります。ちなみにこちら私のものはおそらくね、ちょっと古い型になってまして、現在発売中のものはポケットの位置なんかが若干変わってるようですね。で、お値段が今現在 15,400円ということで、で、ウィンドブレーカーとレインウェアをこう兼ねられて幅広いシーンカバーできるっていう風に考えると、まあ、結構お得じゃないでしょうかね。で、カラーは4色、それからサイズは5種展開なんですけれども、マムートはヨーロッパサイズになってますので、サイズ感少しだけ注意してください。基本は一つ小さいサイズになると思うんですけれども、まあ、実際に店頭で試着していただいて、ぴったりと合うものを選んでいただくというところをお勧めしたいかなと思ってます。続きまして、二つ目はこちらです。リッチマウンテンギアのメリノベーシック T ショートスリーブという半袖のベースレイヤー的な立ち位置の T シャツになります。はい。で、こちらはですね、はじめこんな T シャツあってもいいかな、メリノウールだし良さそうやなっていうくらいでね、実は購入したんですけども、一度着てからというもの、もうこのシャツの虜になってしまいまして、もう一軍の選手でございます。で、今では、夏場の登山のお供という形で、かなりね、重宝して使っています。こちらの気に入っている点は、着心地と通気性の両立を叶えているというところで、まあ、素材にね、 100% メリノウールがこちら使われている点っていうのが肝になります。メリノウールと言いますと、最近こう登山ウェアなんかにどんどんね、使われてきていますよね。とても優秀な素材なんですけれども、 100% メリノ使ってますよっていう素材ってあまり多くないんじゃないかなと思います。 100%ウールのシャツということでね、こちらまず着心地が抜群なんですよね。サラサラとしたもう本当に気持ちよい肌触り、登山用のウェアとは思えないくらい、気持ちいい着心地が実現されています。もう例えるならユニクロのパジャマくらい気持ちいい、ちょっと言い過ぎですか、まあ、それくらい、本当に着ていて気持ちがいいというふうに思っていただいて結構かと思います。そしてウールの中でもメリノウールっていう
ところの特徴になります。通気性ですよね。でこれはそもそも通気性がいいので他のウェアに比べてこう行動中も汗かきにくいっていうのもありますし、で仮に汗をかいて例えばザックとひっついて背中びっしょり濡れたなんて時も、もうザック下ろして10分も休憩してればもうカラッと乾いて元通りになってくれます。でさらにこれ嬉しいのが消臭機能にもメリノールってとっても優れてまして、例えば重曹の登山で2日目3日目ちょっと臭くなってくるなーっていう時でも全然匂わないです。本当にすごい。はい、ずっと着っぱなしでも全く匂いが気にならないっていうぐらい、それくらい消臭機能にも優れてまして、もうベースレイヤーとしてはもう優秀すぎるぐらい、はい、もう星5つの評価でございます。そして最後に極めつけでさらに嬉しいのが見た目もいいこと。はい、でこれね3色あるうち私はグレーのモデルを使ってますけれども、ベースレイヤーと思えないほど1枚で着ててもおしゃれな雰囲気がありますね。でこちら購入した時は上にねこうシャツなんかを羽織るっていう前提で私買ったんですけど もう実際着てみるともうなんとかっこいいことということで、これ1枚でバリバリで山歩いてます。はい、でリッチマウンテンギアというおしゃれブランドが作り出すこう独特の風合いでしょうかね、この見た目の面でもとても気に入って使っています。こちらお値段が 12,800円ということで、まあ、物がいい分ね T シャツというふうに思うとなかなか結構いいお値段にはなってますが、まあ、メイドインジャパンで 100% メリノウールで高品質なものというふうに考えると、もうね一度試していただくと皆さんもねお値段分の価値理解していただけるんじゃないかなと思ってます。こちらサイズが、メンズは4サイズ、レディースは3サイズという、展開になってまして、色は先ほどもお伝えしました3色展開というふうな形になっています。続きまして3点目はゴッサマーギアの G420 という42リッターのザックになります。はい、こちらですね、出会いはとある登山用品店でございましたなんと一目惚れでございます。もうなんやこの絶妙の大きさで絶妙な可愛さのバッグはということで、もうちょうどね40リッター台のザックを当時持っていなかったっていうこともあり、もうその場でこれ欲しいって言って購入しちゃいました。登山帰りの一目惚れの出会いでございます。でこのザックはねとにかくまず機能性に優れているっていう点が気に入ってまして、で活躍シーンが思った以上に広くって、また実際の使い勝手ももう最高にいいという感じですね。私の場合は荷物の多い日帰り登山ぐらいから、小屋泊といった感じで、いろんな時にね使っていますけれども、人によってはテント泊も可能なサイズ感なんじゃないかなと思ってます。簡単にこちらのザックの、概要をご紹介できればと思いますけれども、まず容量は先も申し上げました42リッターでございます。でそのうち本体部分が30リットル、フロントのメッシュのポケット部分が12リットルということでね、本体部分は入り口もね広くて物の出し入れすごくしやすい設計になってます。それからポケット部分もメッシュでビヨーンとこう伸びる素材でしてね、アクセスのしやすさっていうのがかなり優れてます。でかなりねここ大きくて使い勝手がいいフロントポケットだなと思ってますね。ですぐに取り出したいものとか、今だけちょっと適当にガサッとしまっておきたいとかね、雑にねポンポンと掘り込んで OK なのでめちゃめちゃ便利です。でポケットで言うと、実はこのザックね左右のサイドのポケット実は深さが違うんですよね。こんな感じで右サイドのポケットは普通の深さでして、飲み物などの収納に適しています。一方で左サイドのポケットっていうのがかなり深めの作りになってまして、私は三脚をよく持ち歩くんですけれども、まあ、こういった三脚でしたりとかトレッキングポールでしたりとか、もう大きめのものを収納するっていう時に、まあ、深めのポケットなんで安定感があってねすごく適しています。でこうやってね左右で使い分けができるっていうのも嬉しいポイントだなというふうに思っています。こちらですね、重さが約 700g ということで、まあ、この容量のザックにしてはかなり軽量なモデルになってます。実際に背負っていてもザック自体にほとんど重さっていうのは感じないですね。ザックが軽いっていうのはもう登山中の行動しやすさにやっぱり直結しますので、とっても重要な要素ですよね。まあ、さすが UL ブランドのゴッサマギアのザックといった印象で、一度これを経験するともう重たいザック持つの大変っていう風にねなってきますよね。あとはやっぱり見た目でしょうかね。いやーかっこいい。これね一目惚れして購入しただけあって、今でも使うためにはかっこいいなーってね思ってニヤニヤしながら使っています。で私はね割とこれ実は
海外旅行なんかにもこのザックでね、行ってまして、ギリギリ機内に持ち込めるサイズっていうのと、42リッターっていうのが海外旅行の荷物サイズにちょうどよくてですね、便利に使っています。でこちらお値段は販売サイトにもよるんですけれども、私調べでだいたい3万7000円とか、高くて4万円ほどという感じかな。まあ、決して高くはないんですけれども、まあ、活躍シーンの幅広さっていうのを考えると、納得のお値段かなというふうに思ってます。ちなみにこちらね、 S から L まで3サイズね、種類展開がありまして、ワンサイズ上がるごとに背中の面の長さが5センチずつ伸びていくっていう仕組みになってます。で私は真ん中の M サイズを使ってますけれども、まあ、ザックはね本当に背負い心地っていうのが命ですので、まあ、できれば店頭で試してね購入していただきたいなというふうに思ってます。続きまして4つ目はこちらです。ジェットボイルのジップというモデルになります。でこちらはですね、ジェットボイルにもいろいろとラインナップがある中で一番最小限の機能を持つ、一番、コスパのいい安いモデルになります。でこのジェットボイルはですね、私が登山を始めてからというもの、主に、テント泊とか小屋泊とかの登山で毎回、お供してくれて、温かい食事を提供してくれている、まあ、とってもありがたいマシンですね。登山で使用する調理器具っていろいろとあると思うんですけれども、私は主にこのジェットボイルを使用しています。ジェットボイルってね、何が得意かと言いますと、まずは瞬間湯沸かし機能ですよね。でこれ最初使った時にびっくりしました。本当にティファールぐらい早いです。それは言い過ぎですかね。はい。が本当にね、他の調理器具と比べ物にならないくらいお湯を作るのがとにかく得意っていうのがこのジェットボイルになります。なのでアルファ米のお米の食事だとか、お湯で戻すカレーとか、丼系とか味噌汁とか、まあ、そういうものとの相性っていうのはもう抜群にいいですね。それから鍋物もね、これ一つでできちゃいますね。少し寒い時期なんかは、スープとお野菜とお肉と持って行ってジェットボイルで鍋にしてしまいましょう。私たちの例でいくと、少し窮屈ではあるんですけれども、夫婦2人分の鍋であれば、なんとかこのジェットボイルでもね、何回か沸かしてこうやりくりができるという感じで使ってます。1人分であればね、もちろん余裕のよっちゃんで、お鍋もできちゃいますという優れものです。でそれ以外にも実はいろいろとこれ使い勝手が良くてですね、まあ、こういった五徳がついてますので、私はねよくこの上にシェラカップを置いてソーセージを焼いたりしてますね。これ本当大好きなんですよね。山で焼くソーセージ本当に最高です。はい。まあ、こんな感じでジェットボイルってね、メインは湯沸かしなんですけれども、少し工夫すれば割とこういろんなことができちゃうっていうね。私の場合は、まあ、なるべく調理周りはコンパクトにして、でその分ね撮影機材とかを積み込むスペースなんかに当てたいというところもありまして、まあ、ジェットボイルでできる範囲で食事は楽しむというふうに割り切ってやってますね。ちなみにジェットボイルってね、いろんなモデルがあるんですけれども、まあ、どんな機能が欲しいかっていうのによって皆さん選んでいただくモデルが変わってくるかと思います。でこのジップっていうのは本当に最低限の機能になってまして、まあ、私自身はこのジップの機能で、十分かなと思ってます。で強いて言うなら、これね、着火の際にライターが必ず必要になります。なので、自動で点火する装置が欲しいっていう方は、上位モデルに、していただければいいかなと思ってます。ちなみにお値段はこのジップが 13,750 円で、上位モデルになりますとまちまちなんですけれども、だいたい2万円、程度から上という形で、結構ね、あの価格差が開いてます。なのでもうコスパ重視、とにかく、お湯沸かすやつが欲しいんやっていう方であれば、このジップっていうのはね、本当にお値段以上の最適なアイテムかなと思ってます。続きまして5点目はこちらです。ローローマウンテンワークスのタビチビという大型のサコッシュになります。はい、サコッシュと言いつつ、これサコッシュと思えないくらいのキャパを発揮してくれる逸材ですので、これから皆さんにご紹介しますね。まずこちらコンパクトにした状態だとこんな感じです。通常時と言いますかね、どうでしょうか、普通のサコッシュくらいのサイズ感で、これがね実は底のね待ち部分をこうやって広げますと、あらすごい、こんなに大きく開きますということで、かなり待ちが大きくなったっていうのを分かっていただけますでしょうかね。でさらに内側からね、こうやって上部の天待ち、上側の待ちも実は登場してきまして、ニョキニョキっと出てきましてね、なんと高さも上に伸びるという、こういった優れものなんですね。で最大容量になった状態がこちら、底の待ちを開いて上も大きくした状態、どうでしょう、サコッシュというよりももはやトートに近いですよねということで、
これタビチビトードとも言われるんですけれども、このサコシ、私はこのコンパクトと大容量っていうのを選んで使える、調整できるっていう点がとても気に入って使用しています。サコッシュと言いますと、一般的にはね、もう少し小型のものっていうのが主流かなと思います。で、例えば私であれば、撮影周りの小物が多くって、通常のサコッシュだとちょっと窮屈だなと思ってます。で、皆さんの中にもね、サコッシュにあれこれいっぱい入れときたいっていう人もね、多いんじゃないでしょうか。で、かといってずっと大きくしているって必要もなく、小さい状態がいいっていう時には小さくコンパクトにできるっていうね、こういう取り回しのしやすさっていうのがね、本当にありがたいなと思ってます。ザックの収納ってね、いちいちこう前にね、ザック出してきて下ろして取り出してっていうのがね、面倒ですよね。で、サコッシュになるとそのままやっぱり立ちっぱなしで、なんなら歩きっぱなしで物の出し入れがやっぱできますんで、負担が軽減できますよね。快適な登山につながりますよね。そして何よりもこれね、まあこのおしゃれな見た目なんでしょうかね、このローローマウンテンワークスらしいこの落ち着いた色合いと言いますかね、私はたまらなくこのおしゃれな雰囲気が好きです。今持っているのは黒のモデルなんですけれども、他の色ももう一個買っちゃおうかなって思っちゃってるぐらいには気に入って使ってます。ちなみにこちらお値段は7700円ということで、サコッシュと思うと少しいいお値段かもしれませんが、トートだと思うと安いですよねまあどちらも兼ねられる間のものっていう、それから使用シーンがめちゃくちゃ幅広いっていう風に考えると、私は値段相応の、なんならちょっとお安いぐらいのいい商品なんじゃないかなという風に思ってます。続きまして6点目はこちらです。ハイカートラッシュのロングソックスになります。はい、最近はですね、山で見かけることも増えたでしょうか。おしゃれソックスを量産されているハイカートラッシュさんのおしゃれ靴下になります。で、少し前に比べて山でショーツ、半パンを履く人本当に増えましたよね。で、かくいう私も以前登山始めた頃はね、長ズボンが常識と思ってまして、ずっと基本的に夏でも、ね、ロングパンツで歩いてましたけれども、今では本当にね、夏山ではショーツを履くことがほとんどになっちゃいましたね。そしてショーツ、半パンを履くっていうことは、皆さん少しずつ靴下にもこだわり出すわけですよ。なぜなら見えるからです。はい、ロングパンツ、長ズボン履いてれば正直ね、靴下なんてもう機能良ければ何でもいいんですよ。ただやっぱり半パンになると靴下常に見えてるわけですから、やっぱり人に見せる、人に見られるなら、やっぱりかっこいい可愛いやつを履きたいってやっぱり皆さんなりますよね。そんな皆さんにおすすめしたいなと思うのがこちらのソックスです。このロングソックスは5種類展開ありますけれども、どれもね、本当に可愛いです。はい、結構ね、丈が長くって、こうふくらはぎの真ん中あたりまで長さがあるんですけれども、まあその長さの分、植物とか土とか泥とか岩場なんかから若干こう足を保護してくれる、まあそんな感があって、まあ、ロングパンツに比べるともちろん弱いんですけれども、ショーツでも少しだけこう安心感を得られる、そんなロングソックスになってます。で、こちら素材には 80% メリノウールを使用されていまして、でそのおかげでね、ちょっと履き心地が良かったりですとか、まあ、消臭機能にも優れていて、まあ2日3日の重曹っていうの時でも、とても重宝する靴下になってます。まあ、これまでね、かなりの頻度で私使用してますけれども、耐摩耗性、耐久性っていうのも本当に強くてね、全然こうボロボロになっている感もなく、はい、全然まだまだ使わせてくれそうだなという印象でございます。ちなみにね、こういったショート丈バージョンもありまして、こちらもかなり可愛いですよね。で、私は軽登山の場合なんかはこのショート丈で歩くことが実は多いです。で、ロングとの、使い分けなんかもなんだか楽しくって、まあ今日はこっちにしようかなとかってね、選ぶのが結構好きだったりします。お値段につきましては、ロング丈の方が3190円、ショート丈の方が2970円ということで、少しお高い感じはしますけれども、まあ、物は本当によくって、見た目もいい、しっかりしてる、ずっと使えるっていうものですので、ぜひおすすめさせていただきたいなと思います。いよいよ最後です。7つ目はミレーのドライナミックメッシュシリーズでございます。はい、いわゆるミレーの編み編みという下着ですね。はい、こちらすでに、登山される方の中には使ってらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。まだの方ぜひ入手してみてください。この編み編みシリーズですね、登山とかランニングとかはじめね、スポーツ用の下着としても超超超有名ですよね。もう究極のドライ感
というふうにね、ミレーのメーカーも歌ってますけれども、とにかく下着にいいものを選ぶっていうのはね、登山においてすごく重要だなとね、年々感じてきています。汗をかいてる時、かき続けてる時の不快感っていうのも、軽減されるという、もちろんそうなんですけれども、高山とかね、稜線に出るとやっぱり急に気温が低くなって、風が吹いて冷えるっていうところね、やっぱり普段着の下着ではやっぱりね、汗をかいた後やっぱ汗冷えする、そして低体温症を起こすっていうリスクがやっぱりつきまといますので、まあ、そういったところを、やっぱり心配なく行動できる、まあ、こういった登山用の下着っていうのはすごく大切だなと思ってます。私の場合はね、上はランニングのもの、それから下もパンツですね、上下両方ともこの網網を使ってましてね、下着だけで出るとすごいビジュアルになるわけですけれども、もうこれがねないと登山成り立たなくなるんじゃないかっていうぐらい、本当にねアンダーレイヤーとしての役割を十二分にいつも果たしてくれています。で、個人的には、夏もちろん大活躍なんですけれども、夏以外の例えば雪山なんかでもねすごく重宝してまして、雪山ってね寒いんですけど汗かくんですよねっていう、すごく厄介な、アクティビティでして、急登なんかでは結構ね、額も汗をかいて、下着も中の方結構汗かいていて、でも止まるとすぐに寒くなるっていう結構過酷な環境だったりします。まあ、そんな時も、素早くねこう、汗を、飛ばしてくれますので、もう本当に冬場でも安心して任せられる、オールシーズン活躍してくれるウェアだなというふうに思って使っています。こちらねシリーズによっていろいろとありますけれども、ノンスリーブのネックルーの方は5830円、それから、ボクサーパンツ下の方は3740円ということで、まあ、下着としてはねそこそこいいお値段がしますが、まあ、これまでね私5年ほどもうかれこれ使ってきてますけれども、全然耐久性問題なさそうですね。毎回全ての登山で使ってますが、使用頻度考えると全然へたってこないっていうところは、もう十分にこれ購入する価値があるんじゃないかなと、もうすでに元取ってるなというふうに思ってます。で、メンズでもねこれ半袖のものとか長袖とかいろんな他のパターンがありますし、レディースもねいろいろ と、形種類がありますので、ぜひ皆さん好みの、形のものっていうのを探してみていただきたいなと思います。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。どれもね私ずっと長く使っていて愛用しているものばかりですので、もう品質それからずっと使ってて、間違いないこと保証させてください。ということで皆さんが一つでもねこれ欲しいなと思っていただけるものを見つけていただければすごく嬉しいなと思います。ということで今回の動画はここまでとさせていただきます。こちらの動画少しでも面白かった、役に立ったという方、チャンネル登録とグッドポイントぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。